はい、こんにちは、かく。やっと何回やったか。ちょっといかに見てくださいよ。さあ、やりやした。ラリーカーゲット1台。見てみて。スタート。1周目。なんかこれ用ね、これの方がいいかな。こっちの方がいいか。これだったらぶつかってるとか分かるよね。いやー、 GTR か。 NSX の GRB より馬力下なんだけどね、この GTR は。やっぱテクなんだね。 NSX あっても馬力あっても勝てないっちゅうのは。NSX のあのレーシングカーはあれなのかな、設定がまだ違うんだな。多分勝てたが勝てないのかな。 GTR がたまたま、いやー、思いっきり使ったのにダウンホースギリギリまで引っ張った。じゃあ NSX もギリギリまで引っ張ればいいのか。じゃあトラクションはこれ2だよ。3とか4やったら遅くなるかな。ちょっとね、コーナー滑んないかもしれないけど、滑りづらいかもしれないけどね。2でも全然滑んなかったな。タイヤあんまりなんなかったってことは、まだ1までいけるってことかな。結構いい、あんまりいい入りすぎてもね、草で滑るからね。あと縁石の見上げたらもう滑るし。やっぱコースは慣れなんだね。やっぱならしちゃう、コース。私、あの NSX GRB、ラリー用なんでね、結構ドリフトしやすいっていうのがちょっと怖いね。ドリフトそういう設定なのかな。気持ちよくね、抜けたね、4位。でもいかに試験ではね、4位は。お、3位だった、3位。横で抜かれてもいかに。2位を抜かして、2位じゃないや、3位また抜かして、後ろ近いね。これ花火眩しくてさ花火に切り取られるんだよね。
いやーでもやっとだよね、やっと1台ラリーカーゲット。大変だったな道のりは。3位入賞すれば6位入賞してな。おおっと初めて1位。一回もね、事故らなければ、あ、事故じゃなければじゃなくて、スピンしない、多少のコースアウトは知らないけど、スピンしたらもう入賞ないからね。あ、早いや、やっぱ1位。でもまた抜かしたい。これ最終だね、これ最終、最後の方だもん。いやー接戦だなこれ。はいはい、ハザードついてます。すげえな、ブレーキ赤くなってディスク。ということでやっと1位だよ。でも GTR 誰もいないんだけど、みんなラリーカーなんだよ。ラリーカー難しいんだよね操作。いや、やりました。グッズさん、あと問題なのは本当ラリーでダートコースどうしたらいいんだね。かなり難しい。それじゃあありがとうございました。シャッケキュン。次はメニューブック37-2です。車も1台ラリーカーゲットしました。ありがとうございます。したっけねー。